グロースツインメルンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 郡に、属す、マチソン。グロースツインメルンは、ダルムシュタットの東約15キロメートルに位置する。自然環境は、オーデンバルトの北、マイン川に向かって開けた山方を囲まれた、ディーブルクボンチに属す。小さなゲルシュプレンツ川が、グロースツインメルンを貫いて流れている。グロースツインメルンは、 北はメッセル及びディーブルク、東はグロースウムシュタット、南東はオッツベルク、南はラインハイム、西はロスドルフ及び軍独立市のダルムシュタットと境を接する。グロースツンメルンはグロースツンメルン地区とクラインツンメルン地区からなる。グロースツンメルンは古田修道院が創設したことが知られている。この町は1250年にカッツェンイエルン冒険博の文書に 初めて記録されている。それは、古田修道院が亡くなった、ゲオルクフォン・ツインメルンの霊園を、ディーター,ホー,ーフォン・カッツェン・エルン・ボーゲン及びエヴァーハルト・フォン・カッツェン・エルン・ボーゲンに与えた時のものである。現在の町名、グロス・ジマーンは、13世紀に記録された表記、シマーン・スペリオルから、オバーン・ジマーン、ザ・マーン、ザ・イマーン、ザ・イマーン、クローセン・ザ・イマーン、オバー・シマーン、 グローセン・ジンバーンといった表記を経由して発展、変形したものである。1977年の市町村再編によって、それまで独立した町村であったクラインツィンメルンがグロースツィンメルンに合併した。中世には周辺の森を含むビルトバンネス・ドラヤイ,イヒの30のビルト風弁のうち2つがクラインツィンメルンにあった。グロースツィンメルンの議会は37議席からなり、 専門分野の準備を行う委員会が3つある。主要、金融委員会、都市計画、環境委員会、社会、スポーツ、文化委員会がそれらである。町の代表者は、町長のアヒム・グリムと、会派の議員数に応じて配分された7人の名誉職の副町長で形成される。第一副町長は、ハンス・ビヒマンである。グロース・ツンメルンは、軍の中央に位置し、 多くの市町村への交通の便は良い。ありがとうございます。